10月22日の運動塾通信をお送りしています。アジアをいかにして経済モデルを再構築するか、今日5日目ですね。アジア大陸の未来は欧米の影響力を減らすことになる。今日5日目です。それでこれはですね、貿易量の上昇、それから輸入量で平均的な年度の増加率のパーセント、それは2023年から2027年までの予測ですね。それが輸入量がどれだけ増えるかということで、 ASEAN5、 それからエマージングマーケット、アドバンスエコノミーで、 ASEAN5 はね 6% 近くまで平均輸入量が増えると言っているんですね。この ASEAN5 っていうのはインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイランドのことを言ってるんですけどね。で、シルクの流れ、インドや東南アジアでは今も都市化が進んでおり、資本はそのトレンドに従っていると投資銀行のナティックシスのラグナレインは言う。大都市はインフラ投資を増やすだけでなく、都市生活に適した新しい企業も必要とする。ナレイン氏によれば、アジアのクロスボーダー M&A 活動は変化しており、ヨーロッパや北米で見られるようなものになりつつあるという。中国への M&A や中国からの M&A はかなり減速しているが、他の地域では M&A 活動がより一般的になっている。低金利と国内経済の低成長に直面する日本の銀行は取引に貪欲だ。三井住友ファイナンシャルグループと三菱 UFJ ファイナンシャルグループはこの 1年でインドネシア、フィリピン、ベトナムの金融会社を買収した。一方、アジアの消費拡大により地域経済は市場としての魅力を増している。ヨーロッパでは消費財の 70% ほどがその地域から輸入されているのに対し、アジアでは 44% に過ぎない。この状況は変わりそうだ。調査会社のワールドデータラボによれば、来年世界の消費者層、購買力調整後の2011年ドル換算で1日12ドル以上を消費する世界の消費者層になると予想される。1億1300万人のうち9100万人がアジアになるという。数十年にわたって拡大してきた中国の所得の伸びが鈍化しても、他の国々はそのペースを取り戻すだろう。 ASEAN 地域の五大経済大国、すなわちインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイは2023年から2028年の間に輸入が年率 5.7% 増加すると予想されている。さっきあの上に示した通りですね。これはどの地域よりも急速なペースであるということで、まあその話の続きですけど、インドとか東南アジアはですね、都市化が進んで、まあ、資本がそこに投入されることになると。で、都市生活に適した新しい企業も必要とするということで、まあアジアのクロスボーダー M&A が中国以上に盛んになるということで、日本の企業もそれに参加しているということですね。またアジアの消費拡大によって地域経済は魅力的になるだろうということで、ヨーロッパで消費財の 70% が域内で輸入されているのに対して、アジアはまだ 44% しか過ぎないけれども、その傾向は良くなるだろうと。で、世界の消費者層の中で、この、1億1300万人のうち9100万人がアジアだと、来年ね、アジアだと言ってるんですね。で、中国が鈍化してもその他の国がそれなりに頑張るし、 ASEAN の5カ国、五大経済国はその2023年から28年の間に年率 5.7% 増加するということで、これは他のどの地域よりも多いということをここで言ってますね。